これオリーちゃんはさ、はい、デビュー前からデビューの時から日本語上手かったけど、うん、こうずっと日本語とかを勉強していたの？あ、いや全然全然だから喋れないの。喋れてるけど、いや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 、最初から上手だったイメージがあるんだけど。いや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 、全然全然、今もう漢字が読めないです。いや、漢字は誰でも読めない。漢字はもう僕も読めないよ。あれ、日本人も読めないよ。そうそうそう、漢字は難しいよ。 え、そうなんだ。そうだよ、難しい難しい、読めないこと全然あるある。へえ、なるほど。ホロライブのメンバーは読めない人の方が多いよ。そっか。そうそう、全然 OK よ。漢字はひらがなとカタカナが読めれば問題ないんじゃない？全く問題なし。お、そうなんだ。そうだよ、分かんなかった。だからスーパー天才よ。うん、いやだ、俺に、うん、アーニャちゃんに教えてもらったのは、うん、サヤスカーだったな。あ、サヤスカー、サヤスカー、サヤスカー、サヤスカは、好きって意味ですね、うん、でもアニャちゃんはね、インドネシア人よりなんか日本人っぽい、ね、あーめちゃくちゃうまいから。確かに上手だよね、本当にね、アニャね、うん、アニャちゃん前さ、うん、インドネシア語忘れたとか言ってた。そう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 、本当に、そうそうそう、あった、日本語で喋りすぎてそんなことあるか。いや、そういうことがあった。それぐらい喋れるイメージはあるね、確かにアーニャはね。みんなが JP メンバーがずっと言ってるの、もうミコ先輩より喋れてるみたいなね言われてるもんね。それも知ってるわ私あ、そうなんだって聞いてたそうなんだ、そうなんだ、あー